3分診療でもあなたができること。コロモチさん、3分もない時もあります。皆さん診察の時は必ず言いたいことをメモして言ってください。必ず3分診療でもあなたが一つ話題を振ることは可能なので、こうこうこういうことで調子よくやってますっていうことを伝えたいとか、今週は1週間のうち5日間マサさんもできましたとか、ちゃんと今週は睡眠は取れましたとか、3分診療でも一つは言えるでしょ。そうやってだから3分間でもそうやってメモを書いておけば、箇条書きで3つぐらい書けば、それ普通に読めば1分もかからないので、今週はこうこうこういうふうに過ごせたとか、今週はちょっと睡眠が悪かったとか、事前にこうやってメモに書いて、それだけは絶対先生に伝えますよっていう準備をして診察に臨んでほしいんですね。そうしないと先生がなんか最近どう調子、あそうだ、なんともないね、はいじゃあ薬出しておきますって言って3分で終わっちゃうわけですよ。だから診察の主導権っていうのは主治医が持ってるのが当然というふうに思ってるでしょうけども、3分診療5分診療だと皆様がちゃんと言いたいことを準備してメモをしてお伝えしないと、それ聞いてくれないわけですよね。言うタイミングも逸してしまうかもしれないから、だから必ずこれは伝えしたいなとか、これはどうしても質問したいなと思ったことをメモした上で診察に臨んでください。なんとなく診察に臨まれる方は何も得られないで、あじゃあ同じ薬出してきますね、バイバイって終わっちゃうわけですね。だからそうならないことを皆様がイニシアチブを持ってできるんですね。だからどうしてもやっぱり伝えたいこととか、最近の病状を自分で診察の前にまとめて、家でまとめてもいいでしょう、あるいは待合で待ってる時にまとめてそれを言うってことです。それがとても大切です。自分自身がここ1週間2週間の体調なりを振り返ってまとめる、記録するってことが重要です。本当は日記のように毎日記録してるのが一番いいんですけど、今日の調子っていうのを、今日の振り返りみたいなのをね、治療を、調子が良かった、何時間寝れた、運動できた、そういったことも含めてですね、自分で日々記録するのが一番いいんですけども、それを診察の前に振り返ってその中でのポイントをお伝えするっていうことですね。いつも言ってるように自己洞察力が高い人が早く治ります。自分と向き合わない人はいつまで経っても治りません。そういうふうに今みたいに診療ノートを作ったり、主治医と会う時にきちんとメモみたいのを用意して臨まれる方っていうのは自己洞察力が自然と高まっていきます。数ヶ月だけでも相当高まってまいります。なのでぜひそういう風に皆様も診察の前にですね、必ず準備をするっていうことですね。3分診療だからこそ、あえてその中での30秒1分の自分が話す時間帯っていうのは少ないわけだから、その中で自分が言わんとすることを必ずお伝えするっていう風にして準備してほしい。その準備自体がさっき言ったように自己洞察力を高める非常に重要なトレーニングになっているんですよっていうね、ことで有意義な3分診療にする方法ね、これぜひ皆さんやってみてほしいなと思います。どうしても今メンタルクリニックもものすごく混んでましてね、新しく受診しようと思っても3ヶ月待ちですって言われたりするってことをいろんな人から聞いています。実際に1時間で10人ぐらいの患者さんを見たとしたならば、もしね60割10なんで1人6分になるんですよね。3分で診療して、あと処方箋打ったりちょっと記録をしたりする時間を入れると、やっぱ3分から5分ぐらいになっちゃうんですね、どうしてもね。それもある意味しょうがない部分があるんですけども、はい、なのでその限られた時間を皆様方自分自身の工夫によって有意義に治療タイムですね、に変えていってほしいなというふうに思います。なんとなく座って、なんとなく言ったら、なんとなくもう終わっちゃって何も伝えられないで終わってしまいますね。せっかく2週間に1回変えてる人多いと思うんだけど、2週間に1回とか1ヶ月に1回とか1週間に1回っていう形で貴重な受診の時間帯なんでね、ぜひ活用してほしいなと思いますね。貴重に精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。